田山家体は日本の小説家、本名、六夜、群馬県生まれ、小崎公用の下で修行したが、後に国木田どっぽ、柳田国夫らと交わる、布団、田舎教師などの自然主義派の作品を発表し、その代表的な作家の一人、気候文にも優れたものがある。栃木県大良郡立林町に、田山、重郎、鉄夫妻の次男として生まれた。田山家は、 代々の秋元藩士。父は、1876年警視庁羅卒となり、一家で上京するが、1877年西南戦争の際に従軍して、日後飯田三六の戦いで戦死したため、建林に戻る。6つ年上の長兄は、大日本地震資料、大日本古文書を編纂した田山実であり、生の量や、字は杉ゆくの中の実のモデルである。 1880年冬、9歳で足利でデッチ暴行した後、翌年2月に上京し、京橋区南天馬町の有林堂書店でデッチ暴行するが、不都合により、1882年5月に帰京する。12歳から漢学塾で漢詩文を学び、14歳の時には漢詩集を編んだ。また敬遠派の和歌や西洋文学にも親しむ。 兄に従い上京し、1890年、柳田国を知る。翌年に、小崎公用のところに入門。その指示で、エミス委員の指導を受ける。売り畑を初めて発表し、翌年から固いとこした。当初は、権有者の影響を受けていたが、1896年に、国木田ドッポ、島崎闘村と知り合う。翌年、どっぽ国らと、をし、 ここに40編の詩を収めた。モーパスさんの影響を強く受け、1902年に赤月書の第5編として書き下ろした十絵門の最後を発表し、これで作家としての力量を認められる。1899年に結婚し、大橋とはの紹介で、博文館に勤務し、構成を行とする。1904年、日露戦争が勃発すると、第二軍の写真班で、 従軍記者を務めた。3月23日、東京を出発し、3月29日、広島市大手町の宿に、同軍軍医部長の森大外を訪ねており、8月15日に発熱し9月16日に宇治名につき、9月20日に帰郷するまでの間、大外と頻繁に会っていた。なお、後日、私、は、ことに鴎外さんが好きで、 作造詞などに出る同士の心理学上の議論などは非常に愛読した。大貝さんを愛読した結果は私もその影響を受けた。と書いた。その頃から自然主義文学の分野を自覚し、評論、露骨なる描写や小説、少女病を発表し、新しい文学の担い手として活躍することになる。1906年博文館から、 文章世界が創刊されると編集主任となる。文章世界は当初実用文の当初雑誌を目的に発刊されたが、田山らの影響で自然主義文学の拠点となる。新小説1907年9月に中年作家の女弟子への複雑な感情を描いた布団を発表。女弟子に去られた男が彼女の使用していた余儀に顔をうずめて匂いを嗅ぎ涙するという描写は 読者、さらに分断に衝撃を与えた。この作品によって、日本の自然主義文学の方向が決まった。さらに、生、妻、縁の長編三部作、書き下ろし長編小説、田舎教師を書き、藤村と並んで代表的な自然主義作家となった。大正に入ってからは、自然派の衰退と新鋭作家の登場で次第に、分断の主流から外れていった。だが、 一平卒の重殺などの作品を精力的に発表。また、気候文も秀逸で、南線北馬、参考水量などがある。さらに、日本全国の温泉をめぐり、温泉に関する本も数多く残している。博文館の日本名勝地市の執筆に参加し、後に、田山課大編として、新鮮名勝地市全12巻の監修を行った。晩年は、 宗教的信教に至り、精神主義的な作品を多く残した。1928年末に、脳一血のために入院。さらに、高頭癌を起こし、1930年5月13日、東京府与畑町の自宅で死去した。戒名は、高木委員、晴れ誉れ残雪、片い孤児。藤村の章を刻んだ墓は、玉霊園にある。医師により土葬されたという。 宇都宮県と統合する前の旧、栃木県は、現在の群馬県の一部を含んでいた。図書館の窓16館9号東大資料編纂書、助教授、皆川館1の文。伊藤誠、日本文壇史産講談社文芸文庫、1995年、216、P。須田清治、大外と、かた講座、森大外第1巻、平川助広ほか編、信用者。 1997年、388、403から405ページ。なお、総松ネオは、課体は、その存在の多くの部分を大害に追っていると指摘した。岩井博史、作家の臨終、母妃辞典205ページ、小林一郎、田山課体研究歴史小説時代より晩年、王風社、P821、坂本積層、その日の田山課体、 人物評論1933年9月、郡山市が復元に成功、久米正夫撮影などの映像フィルム、福島民放、2021年5月26日閲覧、ありがとうございます。